県情報チャンネルホットホット新潟。今回のテーマは熱中症に注意です。中川さん、暑くなると熱中症が心配です。はい、毎年多くの方が熱中症で救急搬送されています。昨年も5月から9月の間に2141人が搬送されました。半数以上が高齢者で死亡例もありますので注意してください。では改めて熱中症の予防対策を確認しましょう。屋内でも熱中症になることがあります。エアコン、扇風機などを利用し室温を意識して調節しましょう。遮光カーテンやすだれも有効です。屋外では日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩を忘れずに。不要不急な外出は控えましょう。普段の生活では涼しい服を着用し、暑さが厳しいときはタオルや保冷剤などで体を冷やし、こまめに水分を補給。大量に汗をかいたら塩分も取りましょう。熱中症警戒アラートも要チェックですね。はい、熱中症警戒アラートは熱中症の危険性が極めて高いと予想される日の前日や当日早朝に都道府県ごとに発表されます。環境省の熱中症予防情報サイトで確認でき、またこのサイトや環境省の LINE で事前に登録するとメールや LINE で通知が届きます。さらに今年から熱中症特別警戒アラートも開始されるそうですね。はい、人の健康に関わる重大な被害が生じる恐れがある場合に前日の午後2時ごろに発表されます。これに伴い市町村長はクーリングシェルターを指定できるようになりました。クーリングシェルターは危険な暑さから避難できる冷房設備がある施設。特別警戒アラートが発表されるとこのマークがある施設が一般開放されます。また指定はなくても開放する施設や協力している民間施設もありますので、お住まいの市町村にご確認ください。熱中症予防対策とクーリングシェルターの活用で夏の暑さから身を守りましょう。次回はご覧のテーマをお伝えします。